づらいけど、これこれ飲んでるでしょ。チャミスルとチャミスル一番合うね。ヨルバニョン、イーボイです。イエイ。今日ちょっと珍しい場所に来たよね。谷中、日暮里の谷中、まあ東京の下町ということで、なんていうんですかこういうの、エモい風情豊かっていうの、風情のある。なんとワッキーとリョウが今日ここにしようって。もうとうとうね、まあ、今までさ、いろいろと経験してきた中で、うん、あ、ここええやんってのを見つけてきちゃってしまったわけでしょ。そう、もう嗅覚できてるから。そう、嗅覚がもうビンビンコビンでさ、ビンビコビンビンビコビンでなってるから。東京の下町、谷中の感覚より嫌な感じ。ここがお店なんだけど、こっちがキムチ屋さんなの。韓国人のお母さんがやって、その息子さんがやってるのがこっちの。はい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 、最高のクオリティと超種類がいっぱいあります。本当に韓国のお母さんがつけてる感じ。毎日種類めっちゃ多いな。毎日つけて手仕込みやってるから、うん、料理も間違いないでしょうと。そういうこと。はい、もう俺こういう雰囲気超好き。はいはい、家庭感にじみ出るアットホーム。そう、ここはチャンと言います。チャン、はい、あ、チャン、はい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 、チャン。おお、うちらの大好きな単語のじゃん。チャンだな。チャンのビールは一番チャンだよ。このお店はスンドゥブが美味しいらしいの。スンドゥブやったことないんですよ。あれ意外とない。俺らが、はい、あのジャンプタジャ作ってめっちゃ辛かったやつ。そうだね。しかない。キムチ食べたい。キムチ。白菜キムチと追いキムチ。はい、わかりました。あとキャミスルかな。はい、デデンデデン。辛いスンドゥブチゲ食べて、正直うわぶぶうわすごいです。あ、めちゃくちゃいい匂いする。すげえいい匂いする。これ嗅いだことない。これは俺らが作ったやつと違う。まろやかな匂いだ。なんかキムチ食べたい。このキムチが多分絶対美味しいやつだな。そうです、使ってるね。うん、使ってるね。絶対美味しいやん。ごめんなさいじゃないよ。うまっ。これご飯でもいいけど酒でもいいし、結構甘くて食べやすい。ホイキムチも。うわ、酒進む。これホイキムチうまそう。酒進む人。うわっ、やばい。米うまいね。うまい。うわ、たっぷり海鮮の。うわ、エロい。エッチーな。エッチーな。エッチーな。うん、おいしい。あー、卵のまろやかさと海鮮だしがいい感じで合わさってよ。これは米が進むわ。めちゃくちゃまろやか。まろやか。本当にね、出汁がすごい。辛い？辛くない。辛くない。うん。お麺がマジすんの。タッカー。すごいペースで運んでるね。うん。そう、こういうのかな。うん。おいしい。あー。今度レクチャーしてよ、ちゃんと。あれほら、こうなってるから。結構チャミスル久しぶりなのかも。そうだね。これか。わー、久々この感じ。うん、消えちゃう酒感が。
韓国ドラマに出てくる感じの気張らない店で晩飯食いながら酒飲む店みたいな。うわお。チーズ入りスンドゥブ。チーズ入りスンドゥブ。いいね。あ、これどっさりチーズ入ってるね。すごい、これ見えづらいけど。これ、これ伸びてるでしょ。うわ、これ絶対あのうまいよね。申し訳ないけどうまい。ピーボイ大好きなチーズ。相当まろやかになるんじゃないですか。結構入ってる。うわ、すげえ匂い。結構入ってるさ。ミルキーもいいね。あ、全然違う。わお、うまっ。酒だね。進む。うん。米と一緒に食べるよ。酒だね。さっきのは完全に米だった。あ、そうか。昼にはさっきです食べたい。夜は。夜はチーズ食べたい。そう。あとはもう何も食べない。いいね、こういうプルコギのチヂミ。ほぼピザです。こういうなんか肉系のチヂミは初めてだな。だよね。うわっ、早っ。うまっ。チャミスルのためにある店。じゃあ名前がちゃんとしてたんだ。確かに回収されてる。名前がちゃんとしてる、うん、いいわ、うまいわ。美味しいですね。美味しいですよね。意外とチャンしてるぞ。やばい。こんなにする予定じゃなかった。撮影優先してそんな飲まなくてもいいんだよって感じだけど、でもなんかこの食べ物が全部させてる気がする。自然とね。ほいほい。定食についてきたライスをどっちもジュースが独占するっていうびっくりだわ。なんかさっきから米食いたいけど食えないなと思ったここに全部やってます。吸い取られてたよ。米がすごい進む。さっきから全部美味しい。そういうもんだよ、うん、キムチ絶妙だね。なんか、うんうん、妙なのよ。昼から飲む予定がなくて、あー、何の顔かね。チャミスルとチャミスル一番合うね。申し訳ない、お店に申し訳ないけど、これティッシュね。ティッシュ食ってたけど、ティッシュでティッシュ食ってた。うわっ、マジで醤油垂らして。うわぁ、そこはティッシュ垂らした方がいいんじゃない。ティッシュ垂らすまあもちろん今日撮影なの分かってるけど、なんか途中からマジで本当に家で飯食ってんのかってぐらいの気分になっちゃった。あ、感傷、感傷。チャンデヒがさ、チャンデヒって誰か。チャンデヒが、あの可愛い。違う、あの一番怖い。パンダの押しかけてくる。見せろと、実力を。そう、実力見せろっつって、チゲと炒め物、うん、あとチャミスルみたいな頼み方なんですけど。まあでも本当、あ、俺もなんかちゃんと覚えてないけど、でも本当そういうスンドゥブ、あと豚肉野菜炒めと、そう。本当に韓国の定番、寿司屋さんで卵焼きを食べるとかつぶ貝を食べるみたいな。はいはいはい、なるほど、なるほどね。つぶ貝ってそうなんだ。そうなんだ。超えないで。寿司ってむずいんだから。チョギョってむずいですよ。それ刺さる人いてほしい。刺さる人いてもプラス教えてくれメンス的なこと。そう。ごさまとぱお。どう人生。なんか今日。めちゃくちゃ飲んでない、うん、こんなことになるとはっていう感じ。お店の名前とチャンを誘発する、あんなにアットホームで本当に家の食卓で食べてるような感じ、うん、やっぱね、こういうお店ってのは一つ街で見つけてほしいなと、うん、いろんな街にあるといいよね。まあ、こうひっそりと一人で、うん、まあ、通いつけのお店でしっぽり飲んで食べれる、そんなお店を見つけるのもたまにはありなんちゃうかって思ったわけなんです。スムーズチャンネル登録
ウォッチ視聴ガムサムニダバイヨンバイヨン。次回の B-Boy はアメリカ旅行から帰ってきたチャミオ。日本では新たなお店を見つけるんでしょうか。チャミオ、チャミスルを知る。